ショートゴロ、今宮ほぼ正面。まず先頭バッターを切った高橋礼です。今日はまず問題なさそうな今宮、なんですが今日は今宮セカンド、一塁は転送したがもちろん間に合いません。まあ、高橋もいいところですよ、これもう追い込まれてますんでね。ここもまたインサイド、ね、詰まるんですよ ね内野ゴロで、セカンドフォースアウト、一塁転送、一塁はセーフ。これやっぱり彼の素晴らしいところですね、もう注文通り内野ゴロを打たせたわけですね。そうすると、はい、だから他球団、セントラルの5球団もまあこういう映像を見てますので、はい。